皆さんこんにちは。この動画は編集の都合上、ゆっくりボイスを省略している部分があります。まずはこちら。マスターアップです。友達から恋人へ。次はこちら。サンプルボイスが公開されました。新軍ゴブリン軍団、人類総内どこか作戦。私は、水の国を治める女王、ベリーナ。治めると言ったものの、国の運営は、優秀な家臣に任せっきりですが。13年前の、水の国、仙台王の暴走で国を滅ぼされ、今では、水の国に対する反乱分子の統領となった。俺はユーカってんだ。ん？お前女なのに、なんでお礼なんて言ってんだって？知らねえよ。育ちが悪いんだよ。これまでずっとお姉様と平和な暮らしをしてたってのにさ。リンたちが宣戦布告はしてくるし、コウには襲ってくるし。お姉様との甘いひとときがどんどん減っちゃってるのよね。こんにちは。私はエミーだよ。みんなには森の魔女って言われてるの。次はこちら。サンプルボイスが公開されました。セブンスディバイン、白銀の聖女と漆黒の魔王。獅子塚ルシアです。神に仕えるシスター見習いです。どうぞ、困りごとがあれば何でもご相談ください。なんだよお前、俺になんか用かよ。名前カラスバ守るだよ。そういうお前は何者なんだよ。やあ、僕かい。僕は熊谷鈴、探偵さ。これでも何事件と言われるものだって解決したことがある。こんにちは、ヤギアスカです。みんなはヤギアスって呼んでくれます。古道エルと申します。悪魔を斬るのが生業、あとは甘味を食すのが趣味ですかね。リヴァイアさんよ。何者でもないリヴァイアさん、それが私。マキナさんは楽しいことが大好きでね。君はどこまで楽しませてくれるのかな。次はこちら。マスターアップです。学園インキタン、香り付きの少女。次はこちら。サンプルボイスが公開されました。絶対命令、異世界送信パーティ。なんで私がこんな目に遭わなきゃならないのよ。私を召喚した無能クソ女神は使えないわ。しかも一緒に連れてこられたのがあの肝豚男とか最悪でしょ。私なんか悪いことでもしたかしら。さっさと魔王を倒してこんな世界とはおさらばよ。はじめまして、女神セリアです。本来は異世界に転生者を送り出す仕事をしていたはずの私なのですが、手違いでなんと一緒に異世界に送られてしまいました。よよよ、神は死にました。次はこちら。サンプルボイスが公開されました。アンレステルミナリア。え？見たことあるってでしょ。実はこの私、子供の頃から芸能活動をしちゃってたりするからね。私の姿が見えるのは祈りだけらしいけど、割と平気。立花シャロンです。知る人ぞ知る奏者連盟に属するスーパーエリートみたいなところもあったりします。ちょっとしたあれで教団はチリジリになっちゃったけど、復興を目指して頑張ってる。私たちは正義だからだ。
次はこちら。公式サイトが公開されました。ママ姉催眠、ご近所の欲求不満セレブと快楽お嬢様。次はこちら。サンプルボイス、体験版が公開されました。マスターアップです。ヴィーナスブラッド、セイバー。さあ、目をつむりなさい。そして祈って、私たちの輝かしい未来を思い描くのよ。あ、はい、レギウス様、ただいま。アリスでございます。なっはっは。魔王様一の嫌い、リンリン。この顔と名前、覚えておけ。私は魔王様のメイドですから。常在戦場、いついかなる時であろうと業務に手抜かりがあってはなりませんので。真剣の勇者アーシラ、直ちに前線に馳せ、魔王レギウスの討伐に臨みます。あいつらが私を理解しないというのなら、理解してくれる人のために尽くす。それって当然のことでしょ。せっかくいらしたのです。どうぞ座ってください。ハーブティーはいかがですか。心も落ち着きますよ。もちろんです。私は勇者レギウス様の手足にして罪人を葬る闇の勇者ですよ。人は誰しもが悩むものだからな。それは決して悪いことではない。泣き叫んで命乞いをする弱者をくびり殺すあの瞬間。よろしい、すべてはハリアルシンの御心のままに。参りましょう。この時代の光と闇の闘争、終止符を打つために。では僕も行ってまいります、アルカーラ様。エルフを侮らないことね。お前たちがノロノロと近づいてくる間、対策する時間は十分すぎるほどあったんだから。伏兵の対処はお任せあれ。ごめん、遊ばって。物思いにつけていらしたから、頃合いを見てご挨拶するつもりでしたのよ。お待ちしておりました、レニウス殿、お嬢様。死は終わりではないわ。そのように恐れるべきものではないの。私は、ネルガ。次はこちら。サンプルボイスが公開されました。マスターアップです。サキュアリアパート。お隣に住んでます。白川リムです。その、よろしくお願いいたします。201号室の、夢ヶ崎、マーヤです。よろしく。何言ってんの。みやび、サキュバスだよ。キスしまくりのべっちゃべちゃに決まってんじゃん。そりゃちょっと気絶芸はあるけど、あんたとだってできるし。やっぱり掃除くんですね。はじめまして、砂丘バス層の大家をしていますナデシコです。次はこちら。サンプルボイスが公開されました。マスターアップです。成功天使マリア、アクオチ連作ルイザキ。ダメ、アヤメちゃんにまとわりつかない。綺麗な石、キラキラして宝石みたい。次はこち。マスターアップです。催眠脱除さん、すべてが僕の自由になる世界へようこそ、栗原しずる編。次はこちら。サンプルボイスが公開されました。マスターアップです。家庭教員、先生のエッチなご褒美。そうなんだ。私は妹がいるけど、男の兄弟はいないから、智也くんのこと弟みたいに思っちゃってるところあるかもしれないわね。毎日オナニーしても全然満足できなくて、だから
お二人に私の処女を奪ってほしいんです。次はこちら。サンプルボイスが公開されました。マスターアップです。単身不倫、寝取られたら寝取り返す倍返し。おはようございます。同じシステムサポート課の天ヶ崎彩香です。何かわからないことがあったら私に聞いてくださいね。水臭いこと言わないでったら。それにこれぐらいしなきゃ後で実家になんて言われるか分かったものじゃないわ。でも私たちってそういう関係がベストでしょ。お互いに。次はこちら。オープニングムービーが公開されました。1分の1彼氏彼女。届きそうなほどに広く次はこちら。公式サイトが公開されました。ギャルズマアンリの寝取らせプレイ、他の男のものを加え楽しそうに報告をする俺の妻。次はこちら。サンプルボイスが公開されました。姫宮さんは構えたい。夏はやっぱり海だよ。大丈夫、お姉さんが優しく指導してあげるから。最後はこちらです。公式サイトが公開されました。ガチャ神様の言う通り、